皆さんこんにちは。賃貸まさきオリジナルキャラクターのまかつくんです。本日は 2LDK マンションタイプの物件のご紹介となっております。まずはこちらが玄関になります。はい、こちらの玄関にはですね、このようなシューズボックスが初めから付けていただいておりますので、とってもね、スキルと使っていただける玄関スペースになっております。玄関だけでもですね、こんな感じでしっかりと広さがございますので、大変ね、ゆったりとした間取りとなっております。そして1つ目のお部屋、こちらが洋室となっております。はい、こちらにはですね、クローゼットなどはないんですけれども、このようにですね、上の方にお荷物を置いていただけるスペースがございますので、お部屋をね、すっきりと使っていただけるようになっております。そして2つ目のお部屋がですね、こちらになっております。こちらも洋室のお部屋になりますね。はい、こちらの方には北側にですね、サービスバルコニーがございます。こちらですね。はい、こんな感じでスペースございまして、目隠しもね、しっかりついておりますので、まあ、こちらにもね、洗濯物なども置いていただけるようになっております。はい、そして収納の方がこちらですね。こちらの壁面すべてがクローゼット収納となっております。はい、このようにですね、ハンガーパイプもついておりまして、こういう感じでお洋服たくさんね、入れていただくことができるようになっております。はい、それではですね、気になるリビングの方へ参りたいと思います。はい、こちらになっておりますね。まず入ったところにございますのが、こういったちょっとしたね、棚付きのスペースになってますので、パソコンやね、電話機なんかもですね、置いていただけます。さらにですね、こちら無料のですね、インターネットもついておりますので、お家賃に込みということで、大変ね、お得な条件になっております。リビングの方はこういう感じでですね、大変広々としておりますので、大きなね、家具やダイニングテーブル、ソファーなんかもゆったりと置いていただける間取りとなっております。そしてキッチンの方がこちらですね。木目調のパネルが大変ね、可愛らしいキッチンとなっておりまして、こちらには二口タイプのコンロ置いていただけるようになっております。そして、上の大きなね、換気扇や、こちらの水切り棚なんかもね、大変嬉しいですね。収納もこういう形ですね、上下についております。そして水回りの方が引き続きですね、こちら奥にございまして、まずはこちらの扉に、お手洗いが、はい、現れまして、そしてですね、真ん中に洗面スペースがございます。こちらシャンプードレッサー付きの洗面台、隣が、室内の洗濯機置き場になっております。そしてお風呂の方なんですけれども、こちらですね、しっかりとね、肩まで使っていただけるサイズの浴槽になっております。窓もね、ついてますので、換気もしっかりとしていただけるようになっております。はい、リビングの方へ戻りましてですね、こちらも、収納がございます。こういう形で、こちらはですね、押し入れタイプの収納になってますね。一間半分、こちらも奥行きもね、しっかりある収納が確保されております。そして、バルコニーの方なんですけれども、こちら南向きですね。はい、こういう形でずらーっとこうバルコニーがね、広さしっかりとございますので、お洗濯物もバッチリと乾かしていただくことができるようになっております。最後にですね、まかつくんよりお知らせがございます。奈良のもてなし、奈良心賃貸まさきでは、GOGO キャンペーン、ネット予約サービスなど、さまざまなキャンペーンでお客様のご来店、ご予約お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。